アニメ呪術廻戦第8話ということで、皆さんアニメ呪術廻戦渋谷事変第8話見ましたでしょうか。渋谷事変第8話を一言で言うとすれば、五条虎取指定の活躍でしょうか。衝撃の展開で X のトレンドにも呪術廻戦が乗るとエグい展開でした。ということで、今回はアニメ呪術廻戦渋谷事変第8話について徹底考察したいと思います。なお、呪術廻戦原作第235話までのネタバレを含みますので、ご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。アニメ第8話のタイトルは渋谷事変。前回第7話では、高専に潜んでいた内通者の一人、京都高2年のメカ丸こと無駄幸吉と真人の戦い、宵祭りがメインの物語として描かれます。宵祭りの最後には、長年愛用したメカ丸を駆使するも、無駄幸吉は真人に敗北。その後は間もなくして場面が渋谷へと切り替わります。そして原作にはなかった帳が下ろされる前の渋谷の様子が描かれたり、原作よりも詳細に帳が下ろされる瞬間が描かれたりと、アニメならではの演出が追加され、より渋谷事変の緊張感が伝わってきました。そんな折、帳内部に五条が現着したところで第7話は終了。そんな渋谷事変の開幕戦ともいえる第8話は、命名班の初動からバッタの呪霊郊外と虎杖悠仁との戦いが描かれたり、一般人を巻き込んだ五条悟と特級呪霊城後花見長宗の四つどもえの戦いが開幕。そんなアニメ第8話の考察テーマは大きく、命名班の意図、郊外対虎杖悠仁、五条対呪霊、ナレーションの主は天元。では順番に見ていきましょう。渋谷事変を収束させるために集められた一級術師を含める数々の精鋭、またこれらの4つの班にはかなりの手だれが揃えられているのですが、全員が全員帳の外にて待機をさせられているのみ。では一体なぜ高専側は組織的に一気に帳内に攻め入り、渋谷平定を目指さないのか。ズバリ、五条に全力を出させるため、術師の被害を最低限に抑えるため、この2つの目的があると思います。というのもですね、五条悟が一番力を発揮するのはどんな時かわかるかい。もったいぶるな話せ。それはね、一人の時だよ。どんな術師でも基本彼の前では足でまといだ。第84話にて賢者が語っているように、五条が全力で戦える状況をですね、高専側が作るには、その周りに術師を配置しないということが基本条件です。実際ですね、陣外魔境新宿決戦でも基本的に五条以外の全術師は足でまといとされ、モニターでの干渉となっています。ただ俺はもう中に入るのは正直ごめんだね。なんでだ、あれは光栄かな。おそらく地下に特級呪霊がゴロゴロいる。第83話で草壁が語っていたように、一級術師の草壁ですらも対峙することを戸惑うほどの呪霊が帳内部にはいます。そして第21話にて、実はですね、術師の等級に関して、2級術師であれば2級呪霊に勝つのは当たり前で、1級呪霊の実力に近いということを言及。これは逆に言えば、1級術師では特級呪霊の実力に近いが、払える可能性は低いと言えます。よって現状、渋谷事変に当てられる最高位の術師が1級術師ということもあり、高専側としては多くの術師を失うリスクも抱えていると考えられ、以上のことからもですね、術師側の戦力を保つためにも、五条悟という規格外の術師以外の術師は漏れなく帳の外に配備し、五条から逃れてきた呪霊や術師の対応をさせる狙いがあると考察します。そして今回、虎杖悠仁が属する命名班にスポットが当たりました。この命名班には、命名の弟ウユ、そして宿儺の器虎杖悠仁が編成されています。そして当初の配備場所は渋谷駅から最も遠い青山霊園。ここに命名班が配置されている理由としては、術師ではないウユが配備されていること、命名の能力は策的に長けており、作戦伝達の肝になること、呪霊たちの標的になる可能性がある虎杖がいること、この3つの要素が関わっていると考察します。虎杖君を推薦したのは私たちだから、彼が同行するのは私たち以外の術師だよ。現在、虎杖はですね、一級術師への昇級査定に差し掛かっているはずなので、命名と任務にはつかないはず。しかし今回、命名が虎杖と同じ班になったのは、単純に高専側から命名に案件として渋谷事変平定任務、呪霊側の狙いとなる宿儺の器である虎杖悠仁の監視任務、この2つの案件をフリーの術師として受けていたからではないかと考察します。弱い改造人間をたくさん殺すのと、強い呪霊を1体払うの、どっちがいい？ま、君の場合後者だよね。命名の提案により、真人が作り放った改造人間を担当する役割と、帳に関係する呪詛師もしくは呪霊を倒す役割の二手に分かれることになった虎杖。虎杖の性格も踏まえ、命名は虎杖に帳を任せることにし、虎杖もその判断に応えようと覚悟を決め、真人がいると思っていた地下へと足を運びます。真人は下、俺はここで帳を守ってんだ。しかしそこで出会ったのは、バッタの呪霊である郊外。この郊外はですね、公式ファンブックでも判明している通り、真人によって渋谷に連れてこられ、そして真人が郊外と名付けた呪霊なんです。そして虎杖もこの状況での最優先事項は、先ほども言及した通り、真人を倒すことでした。しかし郊外が帳を守っているという発言をしたことと、郊外の後ろに帳に関係している雰囲気がする釘を発見したことで、郊外と交戦。そして郊外はですね、虎杖から連撃を受けるも、持ち前のタフネスによって平然とですね、虎杖と会話。頭が悪いと思い立った虎杖を賢いかもと思い込んだことで、虎杖悠仁の賢さを確かめるに、郊外もですね、好戦的な姿勢となっています。
呪術廻戦の中で大きな戦いといえる渋谷事変。そんな渋谷事変での主人公虎杖の初戦といえる戦いがですね、呪霊郊外との戦いです。基本的には原作を忠実に再現した戦いでしたが、4本腕の郊外の打撃を大幅に上回る虎杖悠仁の常人離れしたパンチのスピードや、呪霊にとっての絶望である後の鬼神である虎杖の呪力のオーラなど、かなり迫力が増して描かれています。しかし虎杖をここまで成長させたのは一体何が原因なのか。ズバリ黒戦を何度も経験したことが大きい。交流会で明かされた通り、黒戦を経験しているのといないのとでは術師としてのレベルに大きな差が生まれることが分かっていて、加えて虎杖は黒戦を経験したその日に再び黒戦を連発。七海が持つ黒戦の発動記録である4回と並ぶ記録を打ち出しました。これまで虎杖が対峙してきた呪霊がほとんど特級レベルであったこと、黒戦を経験していることからも虎杖の術師としての急成長は当然のもの。そして虎杖が準1級レベルの呪霊を余裕で払える実力というのにも納得ができるんです。実際虎杖はアベコベを使う合わせが次郎や死滅回遊の初心者狩りをしていた羽生や幅などには余裕を持って勝利。しかしこの後のメインキャラとの戦いではくじを飲むことになっています。というのも郊外戦後の特級呪物の受肉体である長宗戦では気絶させられる結果になっていますし、マイトとの戦いでは実質勝利したものの、東堂の登場なしではかなり危うい状況でした。さらに死滅回遊編に入ってからは乙骨にもやられてしまっていたり、はかりや火車とは戦闘での勝利というわけではなく和解のような形で終了。そしてこれらの敵に共通するのはいずれも特級やそれに準じるクラスの実力者であること。よって今回郊外という呪霊を使うことで主人公の成長を強調すると同時に、それ以降の話でもですね、敵側も味方側の実力も今までとはレベルが違うことをメタ的に表していたのではないでしょうか。この程度で僕に勝てると思ってる脳みそに驚いたって言ってんだよ。渋谷事変で繰り広げられるメインの戦いのうちの一つ、五条悟と2体の特級呪霊城後と花見、一人の特級呪物の受肉体長宗の4人によるですね、副都心戦地下5階での戦い。この戦いは現代最強の術師である五条を封印するために呪霊側が仕掛けた戦いで、呪霊側が渋谷事変を起こしたメインの目的になっています。そして呪霊側の目的は五条を20分間足止めすること。そのためですね、呪霊たちは五条にとっては一般的な術師よりも足手まといになる非術師を地下にをやり、五条の注意を引きつつ両拳を駆使しながら五条を倒すことを目的に行動するのではなく、あくまでも時間を稼ぐための攻撃を繰り広げていました。また呪霊側の中でも長宗はそこまで五条との戦いにやる気を出しておらず、どちらかというと五条と城後花見の戦いになっています。そしてアニメでは原作3話分の話が平均的に収録されているので、この戦いはおそらく第9話と第10話にて続けて描かれていくことになり、第10話にて決着が描かれると考えます。そんな注目の戦いの中でもより注目していきたいのが呪霊側の作戦と賢者の隠された目的、呪霊たちが駆使した新たな技術、領域転延。とにかく五条悟を集中させるんだ。呪霊攻略、非術師救出、最低でも20分欲しい。その後は私と獄門教の出番だ。渋谷事変開始前に賢者が作戦の要的な役割を果たしている城後に対して説明していた通り、呪霊たちの作戦はですね、大量の非術師を戦いに巻き込むことによって五条の思考をどのようにして非術師を助けるか、どのようにして五条の術式を攻略している呪霊を払うかという2点に集中させ、20分という時間を耐え忍ぶことでした。しかし後々に描かれることになりますが、20分経ったと城後が感じていても、賢者は五条がまだまだ余裕だったことを理由にその場には現れず、先に現れたのは仙台の改造人間を引き連れてきた真人です。やけになったのか。人間が減って困るのは呪霊の方だろ。その結果五条は呪霊の作戦に一瞬困惑。その直後に畳みかけてくる真人や長宗を前に、五条はさらに集中力を上げ、神業的な 0.2 秒の領域展開無力空所を発動します。しかしその後賢者はですね、五条の前に登場、獄門教を、そして開門。つまり賢者の中ではあくまで20分は目安であり、実際には五条が集中力を最大限上げる時こそが賢者の出ていくタイミングだったと考えられます。そして五条を封印する作戦のために死力を尽くしていた呪霊の城後や真人ですが、彼らは呪霊こそが本当の人類であり、呪いの時代を築くことを目的に活動していました。しかし肝心の作戦の立案者賢者の真の目的はあくまでも呪力の最適化。つまり賢者は自分の真の目的を達成する上で邪魔だった五条を封印するため、城後や真人、花見という強力な呪霊を利用していただけ。さらに賢者は渋谷事変の戦いによって進化を遂げた真人を取り込み、続けざまに死滅回遊を開始。つまり賢者が渋谷事変を起こした目的はあくまでも目的の最大の障害となる五条の封印、目的のために必要となる真人の無意天平の進化と抽出の2つだったんです。
五条との戦いにおいて最も重要となってくるのが五条に攻撃を当てることでした。というのもですね、五条の術式無加減術の効果によって術式発動中には五条に触れることができません。そんな中、上古と花見が見せた対抗策は領域転炎です。領域転炎、新影の簡易領域と同じだな。必中効果は薄まるが確実に術式を中和してくれ。これなら僕にも攻撃を当たる。領域転炎とは渋谷事変後の原作第171話にて説明されていますが、本来必中効果の術式を搭載できるだけの領域にあえて術式を付与しないことで、容量をあえて開け相手の術式をそこに流し込み相手の術式を中和するという技術です。よって五条はですね、簡易領域と同じだと言っていましたが、正確には全くの別物であり、どちらかというと領域展開の応用とも捉えることができます。というのも簡易領域は領域展開が発動できない術師でも発動は可能ですが、領域転移は領域展開にあえて術式を搭載しない結界なので、前提として領域展開を得得している必要性があると思われます。なるほど、というか術師と訓練だからそうくるか。そして五条は上古や花見が領域転移を初めて使った時に、呪詛師と組んでいるから領域転炎くらい使うかという風な意味合いを発動していました。さらに領域転炎に関してはある程度理解はできているものの、完全に理解していたというわけではありません。五条は歴史ある御三家の当主で、幼い頃から落下の杖を習ったり簡易領域を得得している実情もあります。そんな五条ですら完璧に知り得ない技術ということは、領域転炎はかなり古い1000年以上前もの技術ではないかと考察できます。その証拠に上古と花見の裏にいて作戦を練っていたのは賢者なので、賢者が2人に領域転炎を教えた可能性はあり、そして賢者は1000年前の結界術の天才でした。そして同じく1000年前の人間であるスクナも五条戦において領域転炎発動し五条と戦っています。マジかよ、スクナは領域を展開しながら転炎を使えるのか。そして原作227話にてあの五条が驚いていた通り、スクナは領域展開の応用技とも考えられる領域転炎をさらに応用させ、領域展開と領域転炎の2つを同時に発動するというまさに桁外れのことをやっています。まだこの状況ではスクナは2つの高等技術を同時に使用しているので、それぞれにかける容量はかなり限られています。スクナの領域展開はそれ自体が神業領域展開とも言われているので、彼に領域転炎のみに集中したとすれば流し込むことができる容量もかなりのものとなる可能性がまだまだ考えられますし、スクナには他にもですね、領域転炎のような現代術しか知り得ない高度な結界術を持っている可能性があります。個人的に一番驚いたのと同時にさすがと思ったのが、この渋谷事変から新たにナレーションが加わったことです。確かに渋谷事変は戦況が目まぐるしく変わり、さらに結果を落としない領域展開、福間美樹の説明など分かりづらい超高度な技術もたくさん出ているので、このナレーションを追加したのは芥見先生やアニメスタッフの英断。しかしなんとナレーションを務めるのは榊原よし子さん、ガンダムシリーズのハマーン・カーンなどを担当されている超大御所声優です。なぜ出演声優でも上戸役の千葉茂さんと並ぶぐらいトップクラスのベテランの榊原さんがナレーションに起用されているのか、これは皆さんもある予感があるのではないでしょうか。それは榊原さんが天元に声を当てている可能性です。天元は日本国内のあらゆる結界の強化講習を行い、日本国内のほぼ全ての事象を細かく把握していることが語られているので、全てを把握していながら下界に干渉しないという天元の役目はまさに物語のナレーションとしてふさわしい。よってこのナレーションは天元の声であると思われます。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。